セーミヒャイル大聖堂は、中華人民共和国産当初、チンタオ市にある、カトリック、チンタオ教区の司教座聖堂である。石膏炉天主教堂とも呼ばれる。聖堂の写真、1935年、チンタオ市旧市街石膏路の急な坂にあり、ドイツの占領期に建築が始まった。1934年、ドイツ人、ゲオルク・ベイクが、チンタオ教区の初の司教である期間に、 新しく今日の大聖堂を建設した。聖堂の写真、2013レンガと石の相当建築で、かつては長い間沈騰で最も高い建築物であった。平面はラテン十字型で、正門は南向きである。立面はゴシック様式とロマネスク様式の折衷である。建築面積は3223.58平方メートルで、強制誘致と合わせて、 およそ2470平方メートルである。聖堂の2つの首蝋の高さは56メートルで、塔の頂上には、それぞれ4.5メートルの高さで1トン余りの大きな十字架があり、最塔の上部に1つの大金がかかっており、塔の上部には3つの小金がかかっている。聖堂内部は古典的なドーム屋根を採用し、面積は1896平方メートルで、 大ホールの高さは18メートルである。大小の窓は、聖書中の古事を題材とした、ステンドグラスの図案で繋ぎ合わされている。聖堂内の壁、柱と屋根は木、白色の漆喰で、模様と縫い目は黄金色であり、屋根には合わせて7つの大型の銅製の吊り下げ式の伝統がある。元の聖堂全門情報には、パイプオルガンがあり、アジア最大で有名であったが、 文化大革命の時に破壊にあった。中国最大最高級で、最も、ヨーロッパの風格のある、カトリック聖堂である。設計者は、ドイツ人の建築家、アルトゥールビアルヒャ。セイミカイル大聖堂は相当長い間、チンタオで最も高い建築物であり、チンタオ市街を形作る重要な構成部分で、かつ、石膏炉と小江城炉の二つの大通りにふさわしい、ものであった。 文化大革命の時期に破壊に遭い、修復後の1981年復活際には、ミサに預かった理性歌を歌う等の宗教活動が再開した。1999年から宗教活動のない時間は観光客に開放している。1984年、市の一級文物保護単位にリストに加えられた。1992年は、三等症文物保護単位のリストに、 そして2006年には、賃太をドイツ建築の拡張文として、全国重点文物保護単位のリストに加えられた。ありがとうございます。